ダーシマ動画チャンネル。どうもダーシマ動画チャンネルです。本日8本目の動画になります。そんなわけでね、最後を飾るのはこちら、レベルアップライダーシリーズ01仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーということでね、今日はこちらを開けていきたいと思います。はい、ここまでお付き合いくださった皆様、もう少しお付き合いください。まずはね、外箱を見ていきましょう。こんな感じ、レベル1のボディが付属していますということです。はい、箱の横面はこんな感じで、後ろ横箱の下はこんな感じになっています。はい、ちなみにセット内容は仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマー、そしてガシャコンブレイカーブレードモードで、ガシャコンブレイカーハンマーモード、そしてレベル1ボディで説明書が入っています。はい、そしてね、ここに次の発売情報が載っております。次はね、ブレイブが出ます。ただこのレベル1のパーツはブレイブの方には付属してないみたいですね。こちらについてくるこのレベル1ボディを使ってブレイブもレベル1にできるみたいですね。はい、こんな感じになっています。じゃあ開けていきましょう。さあ、もうね、かなり今日はね、長いこと撮影してたので、パナト君もね、途中で疲れて寝てしまいました。よいしょ。はい、でもね、なるべくこうね、早く皆さんに動画を届けたいということで、パパ一人で頑張っております。そんなわけで開けていきましょう。さあさあさあ、おお、こんな感じになってんだ、すごい。はい、こんな感じ、こんな感じで入っております。さあ、じゃあね、取り出してみたいと思います。よし、はい、よいしょ。おお、はい、こちらが仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーになります。はい、周りはこんな感じ。お、レベル1の顔しょってますね。これ通常だと色ない顔しょってんだよね、確かね。はい、こんな感じになっています。すげえかっこいい。おお、かっこいいね。で、可動は首が動くのと手、はい、動きますね。こっちも、はい、動きます。で、指も動きます。こっちもね、よいしょ、動きます。で、足、関節、はい、お、すごい、おお、すごい動きますね。これはすごいね。ほう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 、おお、かなり可動範囲も広くてですね、はい、いろんなポーズ取ることができますね。走ったりね、ライダーキックもこんな感じで再現できます。すごい、かっこいい、いいですね、かっこいい。そしてじゃあちょっと一回ね、こちらレベル1のボディ、これを使ってちょっとレベル1にしてみたいと思います。これがレベル1のボディになります。周りはこんな感じ、はい、こんな感じになっています。お、これも手が稼働します。足は固定ですね、腕のみということです。で、変形方法、まずこの顔パーツを上に上げます。よいしょ、こんな感じで、で、この胸パーツを外します。よいしょ、はい、取れました。まあこれはちょっとまあ置いといて、で、足をこういう形にします。痛々しい。はい、で、手もこういう状態にします。もうね、痛いっすよ、痛々しいです。はい、で、こちらのレベル1ボディのここにジョイントがありますので、さっき取った胸パーツをここにつけます。よいしょ、はい、こんな感じでね。で、よいしょ、レベル1ボディのここの部分とレベル2のボディのここの部分を合わせます。くっつけますね、はい、よっ、ほっ、入った。
最後足をなんかこうやって折り曲げてはい、こうするみたいです。はいはい、これでレベル1の完成です。はい、周りはこんな感じで後ろ向くとね、見えてしまいますはい、こんな感じになっています。ソフビと比べるとこんな感じで、黒い部分が増えた分なんかね、ちょっとかっこよく見えますねはい、こんな感じ、まあ、後ろを向いちゃうとダメはい、こんな感じになっております。はい、付属のガシャコンブレイカー、ハンマーモードとブレードモードになります。カラーはね、塗装はされておりません、ピンク一色ですね。でこの武器をですね、レベル1の手に持たせることができますということで、ちょっと一回持たせてみましょう。よいしょ。はい、このような感じで持たせることができます。ハンマーを持たせるとこんな感じ。はい、こちらはもちろんレベル2にも持たせることができます。はい、ハンマーモードを持たせるとこんな感じ。かなり可動範囲が広い分、結構ね、いろんな、ポージングを取らすことができます。はい、かなりバランスもいいのでね、自立して立つことも、はい、できます。ソフビと比べるとこんな感じ。はい、そんなわけで今日はこちらのレベルアップライダーシリーズ01仮面ライダーエグゼイドアクションゲーマーを紹介しました。やっぱりね、かっこいいっすよね。うん、まあレベル1はね、ちょっとはい、なんとも言えない感じなんですが、レベル2はめちゃくちゃかっこいいです。皆さんもね、ぜひおもちゃ屋さんで見つけたら買ってみてはいかがでしょうか。そんなわけで今日はこの辺で、バイバイ。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録はこちら。スマホの方は下の説明欄から登録してね。グッドボタンもよろしく。おすすめ動画はこれだ。次はこっちを見てね。それじゃあバイバイ。